のなろ YouTube ヒカキンゲームぜようこそ。どうもヒカキンです。さあこちらをご覧ください。友情ガチャ20回貯まりました。いやずっと引くの我慢して初めて貯めました。今まで僕レアガチャもそうですけど友情ガチャも10連続で引いたこと1回もありません。せっかくやるんだったらイベントの時がいいなと思って友情ガチャのイベントずっと待ってました。ついに来ました。ここ見ていくとですね、一番下に書いてあります。友情ガチャイベント2月23日24時まで、友情ガチャで超キングメタルドラゴンを含む金メタシリーズ7種が出現中。合成経験値10万、闇属性など15万と。今ちょうどモンスター育成したいんで、2匹くらい当たると嬉しいな。それではいきます。友情ガチャポン。おお、ほんとだ、10連続って右にありますね。いきますよ、10連続ゴー。これレアガチャでやったら、これレアガチャでもできるんですよね。これレアガチャで10連続したらめちゃくちゃ贅沢だね。怖くてできないけど。それではいきます。金混じってこいよ、金混じってこいよ、ゴー。1個は金こい。おっ、怖っ、逆転、2個きた。それではもう一回いきます。ポン、豪華に10連続いやなんかもったいない気もするねこれね。でもこれ確率って個別で、これ確率って1回1回引いた方がいいのか10連続で引いた方がいいのかどっちなのかな、変わんないですかねやっぱりね。じゃあいきます、もう一回2個金混じってきたら大満足です。いったれ、キッ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 キンやおら。さっきのまぐれだったの。あー全然ですね。あ、やっぱさっきのまぐれか。結局超キングメタルドラゴン出ませんでしたね。まああのキングメタルドラゴン合成してモンスター育てたいと思います。でも友情ガチャも貯めると楽しいということが分かった。これからも貯めて10連続で引こうと思います。ヒカキンゲームズチャンネル、まだチャンネル登録していないという方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック。スマートフォン、タブレットからご覧の方は画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。バイ。